はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモンやっていきたいと思っております。さあ先日ポケモンダイレクトが放映されました。それに伴ってポケモンダイヤモンドパールの新情報、それプラスアルセウスの新情報、こちらが明らかになりました。いろいろ情報が出てきたと思うんですが、そこについてまとめた動画は別途投稿してるんで、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録してそちらの動画も重ねて見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ただ今日はですね、最新情報とかの動画ではなくて、この謎の場所について取り上げていきたいと思っております。おそらくダイヤモンドパールをプレイされてた方であれば、一度は聞いたことあると思うんですよ。それぐらいメジャーなこの謎の場所っていうところなんだけど、今日はですね、ここについて具体的に語っていければなと思ってます。ではでは早速内容に入っていきましょうか。まずですね、この謎の場所っていうところなんだけど、実は正式名称です。そうなんだよ。正式名称っていうことで、固有名詞なわけなんですよね。このことから、公式が意図的にこの謎の場所っていうところを作ったっていうことがわかるかと思います。そうなんだよ。わざわざ作ったんですよ。こう思うとなんか意味深ですよね。じゃあその謎の場所にどうやって行くのかっていうところなんだけど、大きく分けて3つございます。一番メジャーなのが四天王の扉に向かって波乗り、こちらで謎の場所に行くことができます。おそらくですね、これが一番メジャーなやり方じゃないかなと思いますね。 95% 以上の方が多分このやり方で謎の場所に行ったんじゃないかなと思いますね。ただ他にも方法が2つございまして、ユニオンルームでセーブをして電源を消します。その後に電源をもう1回つけて2階に上がります。そうすると謎の場所に行くことができて、なおかつコトボキシティありますよね。まあそういった街があるわけなんだけど、そこでですね、特定のコマンドを使用すると謎の場所に行くことができます。大きく分けるとこの3つに分類することができるんじゃないかなと思いますね。ただユニオンルーム、さらにコトボキシティ、この2つのやり方はそこまでメジャーじゃないんで、知らない人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。ですのでもしかするとこの動画で初めて知ったわっていう人もいらっしゃるかもしれませんね。さあそういったところで、冒頭で申し上げました通り、謎の場所っていうのが正式名称ですと。ただそれだけじゃなくて、独自の BGM も実はね存在するんですよ。この謎の場所のためだけに使用されている BGM なわけなんだけど、もちろん BGM が存在するっていうことはそれを作った人がいるわけなんで、公式があえてこの BGM をこの謎の場所に放り込んだっていうことがわかると思います。要するにバグではなくて意図的に用意されたものなんですよね。この謎の場所っていう空間に関しては逆に公式が意図的に作ったっていうことなので、またそれが意味深なんですよ。じゃあ何のためにここ作ったのか、誰のために作ったのか、一体ここは何なのかっていう話になると思うんですよ。そこについてはまた後ほど詳しく話していければなと思ってます。ではこの謎の場所、何ができるのかっていうところなんだけど、例えば本来メインストーリーでは行くことができない島であったりとか、あとは花の楽園っていうところがあるんだけど、そういったところに行けたりとか、さらにメインストーリーでは絶対にゲットすることができないシェイミとかダークライとか、そういったポケモンと出会うことができて、さらに捕まえることもできたんですよ。ただこのシェイミであったりとかダークライっていうのは基本的にはですね、イベントとかを通さない限り、この謎の場所を伝ってしか、ゲットすることができないんですよね。要するに、普通にゲームをプレイしていても、ゲットすることができないポケモンたちなんですよ。基本的にこういったポケモンたちっていうのは、後に配信でゲットできるポケモンだったんで、当たり前の話ですよね。ただこの謎の場所を伝っていくと、ゲットできてしまうっていう、そういったカラクリがございます。なので、この謎の場所っていうのはそういった意味でもめちゃくちゃ重要だったんですよ。なので、多くの方が、この謎の場所に行って、特定の歩数を歩いて、地上に出るとこういったシェイミであったりとかダークライに会いに行くことができるっていうことですね。ですのでこの動画見てる方で実際に謎の場所に行ったよっていう人も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。どうでしょうか。ただですね、この謎の場所、いいことだけじゃございません。そうなんですよ、大きな注意点だったりとか問題点もございます。じゃあどういった問題点があるかっていうところなんだけど、もちろんこの謎の場所、本来であれば行くことができません。行っちゃダメなところです。なのでこの謎の場所っていうところ、一度迷い込んで帰り方が分からなくなってしまうと抜け出せなくなってしまいます。ただ一つだけ抜け出す方法がございまして、それはですね、データを消して最初からやり始めると、逆に言うとそれしか方法がなかったんですよ。なのでモロ刃の剣みたいな感じですね。メリットは大きいけど、もし迷ってしまったらデメリットが発生するみたいな、まあ、しっかりと歩数を計算してたら問題はないと
思うんだけど、ただ誤って歩数計算間違ってしまったら地上に出れなくなってしまうから、もうその時点で罪なんですよ。まあセーブしなければ OK なんだけど、もしここでセーブをしてしまったら完全にアウトです。こういった背景もございまして、当時はですね、これがめちゃくちゃ大問題になったんですよ。まあバグなのかバグじゃないのかもはやわからない現象ですからね。まあおそらく公式の遊び心で最初はこの謎の場所っていうところを作っていて、ただいざ発売するってなった時に内部データから消し忘れてそのまま発売してしまったっていう、多分そういった背景が存在するんじゃないかなと個人的には思ってます。そしてたまたま内部データに残っていて、さらにそこにたまたまが重なって、偶然が重なって波乗りで生きただけみたいな、多分そういった感じではないかなと思いますね。まあポケモンっていうのは初代からバグがめちゃくちゃ多いんだけど、今回は単純に消し忘れじゃないかなと思いますね。じゃないと謎の場所っていう正式名称、なんでそういった名称が付けられてるのかっていうところであったりとか、あとは独自の BGM が準備されてるっていうのも、そこも謎ですし、もっと簡単に言ってしまうと、ボツデータだったけど、やっぱり内部データから消し忘れてしまったみたいな、そういった意味合いが非常に大きいんじゃないかなと思ってます。まあまあまあ、そういったところでね、当時はかなり話題になっていたと思うんですが、あまりにも話題になりすぎて、後日公式から修正プログラム、まあ修正パッチっていうのかな、それが独自で配信されるっていう、そういった事態にもなりました。なので当時は大問題だったんですよ。僕も当時はダイパキッズだったんで、かなり衝撃的だったのを覚えてます。あれ？こんな場所あるんだ。あれ？ちょっと待てよ。セーブ出たら抜け出せねえじゃねえかみたいな。実は僕もね、昔やってしまったんですよ。いやー懐かしいなー、この謎の場所。ただ僕の場合はですね、公式から修正プログラムが配信されたんだけど、それを知らずにデータを消して、また一からやってました。ですので、なおさら懐かしいな。いやーあの頃は若かったわ。だってさ、15年前でしょ。確かポケモンダイヤモンドパールが発売したのが2006年なんで、あれからもう15年経ったのか。当時小学生だったみんなも、今では21歳から27歳ぐらいか。やばいな、そう思うと。ただですね、ポケモンやっていいと思ったんだけど、時代を感じるな。当時はポケモンってさ、小学生がやるもんだと思ってたんですよ。実際にポケモンのメイン層って小学生とか中学生だったと思うんですよね。ただ今ではですね、普通に大人でもやってるからびっくりするよな。いやー時代は変わったんだなと思いました。本当にね、時代変わったよ。逆にダイヤモンドパールやってる大人ってほとんどいなかったんじゃないかな。めちゃくちゃ希少種だったと思うんで、そう思うとね、時代を感じるというか、変化を感じるというか、何とも言えない気持ちになりましたね。むしろ今ではさ、子供というより大人の方がゲームやってるんじゃないかな。もはや大人の趣味みたいになってますからね。なんかそう思うと面白いな。しかも当時はプロゲーマーっていなかったけど、今ではプロゲーマーっていう職業もあるぐらいだから、本当にね、時代が変わったなと思いました。はい、ということで今日の動画はこの辺りで終わっていきましょうか。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。じゃあね。